久保さん。まあ、確かにあの、環境のせいにする人多いですよね。いや、環境のせいにするんだったら環境変えればいいじゃんって話で。え、そうじゃないですか。環境のせいにするんだったら環境変えればいいっていうシンプルですよね。じゃ環境のせいにできないですよね。<laughs> いや、そうする、そんなこと言うとね。いや、そんな変えられないんですよ。環境変えられたら苦労しないですよって言うんですよね。まあ、まあ、いいんじゃないですかね。 もうね、ああ言ったらこう言う。こう言ったらああ言うみたいな。じゃあ、じゃあか、人生変えなくていいじゃないですかと。できない、できないんだったらやらなくていいじゃないですかっていう話で。なんかその、できないことを正当化するみたいなね、今度。お前と俺は違うんだって。できないことを正当化していくっていう。え、それが目的な、できないことを正当化することを目的としてるんですかみたいな。 えそっちを目的にしちゃったら何もできないよみたいな <laughs> あなたはそれを望んでるんですかと <laughs> いう話で。<laughs> その今のね、収入で、今の借金まみれの惨めな人生でいいんですかって話で、いや、それが嫌だったから、なんか情報を取りに来たんじゃないのっていう話で、何なんだみたいなね。<laughs> そう。そう。 だからまあできる人っつうのは、多分まあ僕も東京に、なんだ、いてもできたでしょうね。<laughs> うんと、まあぶっちゃけ言うと、東京にいてもできたと思います。ただね、そのなんだろうな、うん、これは、ね、僕にしかちょっとわかんないんで、だ、ちょっと誰にもわかんないと思うんですけど、なんだろうな、すいません、これは僕にしかわかんないんで、伝えても意味がないんで伝えたいです。 とりあえず僕は東京を断捨離したことによって自分の中ではね例えば分かりやすく言うならば何だろうな部屋のものをね部屋のものをなんか断捨離してったら部屋って変わるじゃないですか明らかにどうですかね部屋の中はまあ、ま、その捨てられずに置いているものってあってでも ずっとあると部屋のスペース開かないわけじゃないですかでもそれを捨てることによってスペースが開くわけですよその容量積載容量というかねうんだから水もまあこの器があったとしてこの器の中に水が入ってたら満タンなんですよでもそのその水を全部捨てちゃうとその器にはまたいっぱい入るわけですよねうんまあそんな感じですかね まあ、だから、環境を捨てたっていうかな、なまあ、捨ててきたって感じですね。僕、うん、断捨離、断捨離ですかね。環境の断捨離すかじゃないですか。これでいいんじゃないですか。環境の断捨離っていう。うん、環境の断捨離ですね。いってらっしゃい。